川越氷川祭。川越氷川祭りは、毎年10月第3日曜日と、その前日の土曜日。ただし10月14日15日が土曜日と、日曜日の場合はその両日に行われる、埼玉県川越市の川越氷川神社の祭礼で、一般には、川越祭りと呼ばれている。日立国総社宮大祭、沢原の大祭と、並び関東三大祭りの一つと称されることが多い。 二日間で80万人以上の人出を数える。360年以上にわたり、連綿と続いてきた祭事で、国の重要無形民族文化財に指定されている。また2016年には、ユネスコの無形文化遺産に、山、保護、屋台行事の一つとして登録された。平成8年、1996年までは、川越日川神社の霊体祭とその後の信仰祭に、合わせて、 10月14日15日に実施されていたが、平成9年1997年により、現在の開催日となる。日川神社では現在でも変わらず14日に、例大祭が行われている。例年その日の夕刻に、祭礼はじめの儀、笠渡しが行われ、祭りの2日目翌日の夕刻が、祭礼納めの儀、笠抜となり、祭りの終わりを迎える。現在は、 霊大祭を含む一週間、紅白水引幕を設置する日曜から祭り二日目の日曜までを祭礼期間としている。川越城下の大半が焼き尽くされた、寛永15年、1638年の川越大化の翌年に、幕府老中主座であった松平信綱が川越藩主となり町の再興がなされる中で、慶安元年、1648年、 信ぶつが二期のみこし、死守頭、太閤鬼神、川越荘鎮守である、氷川神社の神事として、神与と御が行われるようになった。慶安四年、1651年には、祭礼となる。経済的に繁栄した川越商人の町方文化が、花開いて、元六十一年、1698年には、踊り屋台が、天保十三年、1842年には、 商人町と職人町であった城下の銃が町に形出しが登場するなど変遷を経る。江戸時代から小江戸と呼ばれた川越では、祭りも江戸神田明神の神田祭りなど天下祭の影響を強く受けており、幕府の影響を色濃く受けた天下祭が東京では明治新以後に新政府によって解体されたり、電線の不設によって栄光ができなくなったことで、 出汁から、御子中心の祭りに変貌した現在、江戸天下祭の伝統が今日でも最も生きている祭りの一つである。第二次世界大戦後、九十が、町以外の旧武家屋敷地域の町会や駅周辺の新興町会が参加して、出汁が増え続け、現在でも心臓中の出汁や計画がある。祭神。 川越氷川神社の宇治子以外の祭りへの参加を受け入れる点もこの祭りの特徴であるが、新規参加の町も90が町の様式にならうようになっており、古くは90が町以外で連雀町、中原町が参加するにその旨を制約した書類があったと伝えられている。こういった360年以上の歴史が現在も維持されている点などが評価され、2005年、 平成17年、川越氷川祭の出し行事として、重要無形民文化財の指定を受けた。また、平成26年、文化庁が、ユネスコ無形文化遺産の審査案件として提出した、山、保護、屋台行事の提案書、国の重要無形民族文化財34件には、同埼玉県の秩父洋祭り、秩父祭りの屋台行事と神楽並べ川越え祭、 川越氷川祭の出し行事も提案されている。平成28年10月31日、ユネスコ無形文化遺産への登録が確実となった。氷川神社の新仰祭の付け祭りが発展したものが、現在の出し栄光を中心とした川越祭りであり、関東では数少ない出汁の祭りである。現在、神田祭りや三社祭などに見られる御しの祭りではない。 出汁の引き回しと出汁の舞台上での林の演奏がされる。また、出汁の引き回しにおいては、他の出汁祭りに見られるような順路が決まった、順行ではないため、一部を除き出汁行列的なものはなく、各町内が独自に出汁の引き回しを行っている。川越市が公表する川越祭り参加の出汁は29本存在し、他にも市街地への距離などの事情により、 中心地へ引き入れないながらも、閉祭行事として、祭りに合わせて、出汁や屋台を引き回す町内も、は、町内の象徴であり神が守る座である出汁のほとんどは三層、人形上下、枠上下型の江戸型、江戸系川越型で、車輪は四つ車と三つ車である。二十歩護の最上部には出汁ごとに異なった、ご神体である人形を飾り付け、人形の名前が、 出汁の名前にもなって呼ばれることが多い。人形は、神話、民話、農、雅楽、徳川幕府と川越藩にちなんだ人物などから、題材が選ばれている。明治以前に作られた人形には、中州営、原州月などの江戸の名工の作品が多く残る。現存の天下祭当時の江戸型出汁が惹かれる祭りでは、江戸で使われなくなった出汁や人形を譲り受けた者が、多いの対し、 川越は、天下祭の出汁を作った職人に直接依頼して作らせている。また、祭りの発展とともに、多くの出汁が周り舞台を採用するようになり、出汁の舞台から上が三百六十度回転させることができるの、特徴である。林は神田など江戸からの林、江戸林の流れを組み、出汁ごとに乗り込む林綱が決まっている。 現在では出汁を所有している町内の中に林綱が存在することが多いが、かつては近郊の農村部の林連を招くことが主流であった。川越祭りが毎年開催されるようになってから出汁所有町内の中に林連の発足が始まった。現在でも中町の出汁に乗るのは中台林連、志尾町は深川林連などの旧町内と郊外の町の 林連という形も残っている。曲目は、屋台、四丁目、忍馬、忍馬、民馬、鎌倉など、いわゆる屋台林であり、笛一、大太鼓一、小太鼓二、金一の五人林に、天子、岡目、ひょっと子、もどぎ、獅子など所作がつく。それぞれの出汁は、毎年十五本前後が、祭りの際に引き回される。出しを出さない年を、 影祭りと称す町もあるが、川越祭り自体に影祭りはない。出汁を出さない都市は、会所、各町会が設ける、新種所、神を迎える、祭り宿のみ設営する。毎年参加する町もある。過去に、市政施行80周年、市政施行90周年の時などには、29本の出汁が引き回された。出汁と出汁が道ですれ違う時に、 出汁と出汁を向かい合わせることを、えいかわせという、この、えいかわせ、会所への挨拶が、川越の出汁の特徴である周り舞台を発展させた。地に交差点で何本もの出汁で行われることもあり、夜の、えいかわせは、川越祭りで一番盛り上がる場面となっている。えいかわせの際、相手の林に釣られてしまった方が、道を譲るという、勝ち負けがあるとよく言われ、 そういった記述がある書籍も存在するが、実際にはそのようなことはない。拡張内夜の栄一かわせでは競うように盛り上がりを見せるが、元来栄一かせは、出しのご身体に降りた神への林の奉納に期限があることからも勝負の場ではないことがわかる。進行についてはその時の出汁の運行状態、進行方向、時間などで、 責任者である裁量同士の判断で決めるものとなっている。蔵造りの街並みや時の鐘がある一番街商店街を、出汁が通る姿は、一昔前を思わせる光景である。近年は、酔い山、出汁揃いが行われているが、酔い山という言葉はもともと、川越の祭りにはなく、出汁に関わる人たちの夕食などの休憩時間をとる。 ために一時的に出汁を止めている姿をいつの間にか、そのように言ったようであり、現在は、市からの要請で2時間以上も止めている。酔山の状態は、問いの声も出ている。また、出汁揃いは出汁が1カ所に集中してしまい、観光客が出汁を見られなかった。祭りの中心は、旧市街地であり、本川越駅からでも1000メートルほどの距離があるため、などのいや各出汁保有場内からは、酔山や、 出し揃いは、時間が長く運行が制限がされてしまい、本来動く姿が美しい出しが見せることができない、などの意見がある。川越祭りの出し栄光はち方、主に引きで、食方、飛びや大工、林方で構成されており、待ち方の、ソーラという掛け声や食方の優壮な姿も隠れた、見どころである。拡張ごとに違う着物を尻っぱ処理した、姿、食方は、 半日の待ち方やってこまい、子供や女性などの姿も見どころの一つである。なお、それの掛け声は昭和40年代に始まったもので、本来はしずしずと栄光していたといい、90が町を中心に掛け声は止めて、昔の祭礼を再現しようという動きもある。日川神社での新仰祭の行列に、90が町より参加する出しがぐぶ、随行したり、 各町内のじゃらんボーを持った町方が新交際の行列のお迎えやお見送りをするシーン。私がその年の祭りの時に初めて通る町に対して先触れ、役名が通行の許可を得る、渡りやその工場、飛び頭が歌うドキありなど、祭りを円滑に進めるためのしきたりが随所に引き継がっている点も見どころである。 氷川神社にも出る際にのみ行われる儀礼的な、林も行われる。例として、六軒町の山車に乗る今福林連中は、氷川神社前で、佐島の面をつけ三番層を上演する。幸町の山車では、山車、神楽を上演しながら参詣する。これはかつて旧南町の沖縄の山車に天井していた堤崎連中、上げおしが、氷川神社。 埼玉市大宮区の祭礼に習い入っていた、儀礼林、現在も、幸い町林会が引き継いでいるものである。川越氷川祭は、川越氷川祭の出し行事として、平成17年、2005年2月21日に、国の重要無形民族文化財に指定された。また、出汁の中には、江戸時代末期制作のものもあり、大正以前に建造された10本の出汁が、 埼玉県の有形民族文化財に指定されており、一本の出汁が川越市指定有形民族文化財に指定されている。また林のうち中町の出汁に乗る中台林連中と六県町の出汁に乗る今福林連中の伝えるものは川越祭林の名称で埼玉県の無形民族文化財に指定されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。